散歩始まりました。今回の肩散歩はですね、北海道のここ網走市やってきております。見てください、これ流氷街道ということで、そしてクリオネもいるということで、見どころ満載の市ですね、ここね。ということで早速行きましょう。レッツゴー。オホーツクシマリス公園ですか。はい、やってきましたけど、なんかリスと触れ合えるということで、なかなか、リスと触れ合ったかとはなかったんじゃないかなと思いますけど、僕も人生初めて、リスと触れ合いますね。なんか近くに寄ってくるらしい、噂によると。行きましょう。リスが多いのかね。鳥が多いですからね。いた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 、見て、ほら、ほら、かわいい。あ、どこ行った、どこ行ったな。寄ってきますね。めっちゃかわいい。あ、いたいた。はい、まあ、網走といえば網走監獄、網走刑務所です、ここはね、博物館網走監獄っていうところ。中はちょっと撮影できないんですけど、旧網走刑務所が見れたりだとか、はい、でここにかかってる橋は網走刑務所に入るときも出るときも通らなきゃいけない橋らしいですね。鏡橋っていう橋です。土田さんね、はい、博物館網走監獄のね、これお土産屋さん来てるんですけど、買ってこうよこれ。網走刑務所、これ事務所の事務所の前に立てかけとく。これどういう反応するかな、みんな。これ網走刑務所って面白い。はい、ということで網走市散歩させていただきました。凶悪犯が収容されています。網走監獄ね、網走刑務所が有名ですけど、まあ、なんか博物館になってたりとか観光客もいっぱいいるんでね、なんかエンターテインメント的に緩和されてましたね。はい、ということでありがとうございました。